フェス、フェス。昨日の1日目のライブで、組閣発表があってね、まだあれなんですけど、まだ今年の秋頃らしいんですけど、そう、チーム M に行きます。チーム M のキャプテンに就任させていただきます。まだですけどね、そうなります。はい、頑張りますです。頑張りまんなのと、あと昨日のねチーム B2 のコーナー一発目やったんですけど、一発目から皆さんの声が聞こえてすごい嬉しかったですしね、みんなでねセットリストどんな曲がいいかなとか一緒に会議する時間も楽しかったですし、君と虹と太陽はすごい振りが難しかったですし、めっちゃ苦戦した、むずいめちゃむずいでした、大変でした、振り起こしが。そんなこともありつつ、顔大きいな、ごめんなさい、顔が大きい。はい、であともう一つは今日もね、うかさんの卒業コンサート悲しかったですね、綺麗でした。はい、明日誕生日です。はい、まあ、あと5分とか過ぎたら私20歳になります。10代の私をいっぱい見てください。10代です、まだギリギリ19歳です。明日20歳です。明日、もう明日っていうか5分後わろたって感じで揺れてるね。何時に生まれた？何時に生まれたんやろ？わかんない。でもお母さんとさっきご飯食べて、あとケーキお母さんが買ってくれてるので後で食べよっかって話をさっきショールームしようかなと思って。二十歳です、頑張ります。二十歳。あ、猫来た。はい、キャンディ、はい。うん、0時超えて配信できないよ、配信しないよ、0時超えて。だから57とかになったら教えてください、ランキング読みしたいん で、 で明日も誕生日の日当日にショールームはする予定なので、ルームスの方でもねファンクラブのような感じのするので、皆さん私が寝てなければ、誕生日の日いつも寝ちゃうんです、寝るの好きだから、いつもいいよ俺誕生日眠い。もう今日は頑張ったって自分を褒めてね、次世代ライブもありましたし楽しかったです、めっちゃ楽しかったですし、なぎいちの煽りができたのもすごい嬉しかったです。いっぱい考えたんです、煽りも何がいいかなって。だからぜひ皆さんアーカイブあるんでね、ライブのぜひアーカイブとかで全ライブ見てほしいです。あ、57じゃないか、やばい、ランキング読みします、ごめん時間なくて。13位、ケイさん、ありがとうございます。12位、ケイタンさん、ありがとうございます。11位、宝野さん、ありがとうございます。10位、オールドさん、ありがとうございます。9位、つつみさん、ありがとうございます。8位、茶太郎さん、ありがとうございます。7位、マスオさん、ありがとうございます。6位、ミョンさん、ありがとうございます。5位、シュンタくん、ありがとうございます。4位、ピーピーさん、ありがとうございます。3位、マツさん、ありがとうございます。2位、ナユさん、ありがとうございます。1位、ユリコジちゃん、ありがとうございます。20歳になっちまって、まだだけど。去年はね、7月16日にライブがありまして、その日が誕生日なんで、その日に昇格してて、懐かしいですね。1年前やけど、1年ちょっとしか前じゃないけど、なんだ、今年は誕生日の前日とか誕生日の当日とかにライブなことが多いです。やっぱ7月生まれなのでありがたいことです。顔描いてた。今何分？もう終わらないと。
レジ過ぎちゃうとあれなのでね。じゃあねー、バイバイ。あ、20歳のツイート見てね。いいねとコメントしてね。